7月8日に急逝した俳優の三浦春馬さんについて、所属事務所が死因を自首と発表。亡くなった当日の経緯についても文書で公表した。4日、三浦さんの所属事務所アミューズは、サイト内に三浦春馬に関するお知らせと題されたページを掲載。冒頭で本日、49日を迎えましたと報告すると、葬儀につきましては、ご親族の方とも相談の上、密葬という形で執り行わせていただきましたと報告。三浦さんが亡くなった日から49日を迎えるまでの間について、情報に誤りがないよう、事実関係を把握整理することに努めてまいりましたと綴ると、死亡当日の経緯について説明。当日については、午後からの仕事へ向かうために担当マネージャーが自宅へ迎えに行ったものの、本人からの応答がなかったそうで、インターフォンを鳴らしましたが、応答がなかったため、管理会社の方へ名刺を託し、部屋の鍵を開けていただき入室したところ、すでに意識のない状態でしたと報告。三浦さんは応急処置をされつつ、病院に搬送されたものの、14時10分に永眠したとのこと。そして三浦さんの死因については、警察による現場及び時間経過の検証の結果、事件性は確認されず、検視の結果から死因は自死であるとの報告を受けましたと公表した。また警察の現場検証で、自宅から三浦さん本人が日頃の役作りや思いを綴っていったノートが発見されたものの、そのノートには自死の動機や原因に触れた内容がなく、さらに遺書も発見されなかったとのこと。さらに生前の三浦さんの仕事の進め方について出演のオファーをいただいた時点で、スケジュール、作品の持つ意味合い、そして本人の思いなども含めて、その都度本人と担当マネージャーとの間で丁寧に話し合いながら進めてまいりましたと説明し、留学を中止して帰国するようにマネージャーが指示したといった内容の記ことがございましたが、そのような事実はございませんと一部報道を引っ